次は公園西、公園西です。名古屋商科大学へお越しのお客様は次でお降りください。このリニモは自動運転を行っております。ご用のお客様は直接またはインターホンで係員に来てください。リニモに乗って次の目的地を目指すよ。この駅前に何かあるって感じはしないですよね。よくある新交通システムの駅って感じですよね。ちゃんと案内がたくさんあるので迷うことはないですけどね。ということで車がいっぱいある豊田博物館に行くよ。車のことをあんまり知らなくても楽しい場所ですよね。ジャフ割引聞きますしね。産業技術博物館で散々見たけど豊田エイエイ型もあるよ。スペアタイヤに豊田ロゴがありますね。ガチで博物館の車が並んでますね。初期の自動車は馬車デザインだからね。この時代のクラクションはマジラッパなんですね。日本を代表する車として人力車が置いてあったよ。完全にネタ枠ですね。これが最初のロールスロイスか。トヨタに限らないのがいいですよね。私も別にトヨタ車乗ってないしな。ダンロップのタイヤって当時ものですかね。この時代にタイヤを作るってすごいよね。これが噂によく聞く T 型フォードですね。黒だけだと思ってました。後部座席のなんちゃってドアがいいね。タイヤめっちゃ細いですね。こんなにセミみたいなデザインなのにすでにシボレーロゴが完成してますね。フォードもだいぶ早くからこのロゴだね。これが大衆車として大成功した SX コーチですか。この車がなかったら未だに屋根なしが主流だったのかもしれませんね。この時代のベンツはおしゃれなトランク積んでるね。このピクニック感、まだベンツのマークじゃないんですね。ハンドルは今と変わらないけどクラクションはやっぱりラッパだね。戦前でもインパネ周りは急激に進化してますね。信長の野望でおなじみの鍋島家がボディをデザインしたやつだって。おなじみのシールがとても違和感ですね。戦前のダイハツ号はどう見てもバイクだね。オート3輪ってバイク寄りのガジェットだったんですね。こんな見た目でも2人乗り。かつてはこれが日本を走ってたって不思議だよね。こうして見ると日産ロゴって歴史古いんですね。カタカナの日産は引き継がれなかったんだね。戦争末期のトヨタトラックはだいぶ木造なんですね。よく保管されてましたよね。戦後コーナーは一気に華やかで見覚えのある車がドバッと出てくるね。いかに戦争の影響が大きかったかってことですよね。クラウンの元になったトヨペット SE はビートルに似てるね。そのビートルが普通に置いてあるのがいいですよね。かわいいな。トヨペットクラウンの内装はなんか青いね。すごいところにサイドブレーキついてますね。図鑑でしか見たことのない富士キャビン。富士自動車は吸収されて今はフォークリフトの小松だね。いすゞのヒルマンミンクスも有名ですよね。ピカピカや。今でもたまに見かけるスバル360。三菱500は今登録すると軽規格なんですかね。誰も登録してないからわからないやつだね。パプリカのロゴってパソコン周辺機器で見覚えがあるような。なんか外付けの何かでそれっぽいのついてたのあったね。サニーとダットさんは偶然なのかよく似てますね。ブルーバードとコロナも結構そっくりですよね。思ったよりも小さいな。高度経済成長に伴いスポーツカーもたくさん登場したんですね。どんどん車は近代的になってくるのに加えてたまに街中で走ってる車も置いてあるよ。シンクエチェント可愛いですね。初代ゴルフも実に小さいですね。今ゴルフ8に乗ってるけど車格が全然違うよ。疲れて不幸にも追突したくない車ですね。どんな車にも追突したくないです。ヘッドライトにワイパーついてるね。初代のエスティマ懐かしいですね。エスティマとオデッセイは当時めっちゃ見ましたね。トミカもこの色だったね。アイミーブの隣はテスラですか。残念ながらリーフはいませんでしたね。テスラも意外と走ってるところ見るよね。ロードスタースポーツは全然見ませんけどね。本当はもっと紹介したかったけど3回分ぐらいになるからこれぐらいにするよ。ボンネットバスは中に入れますね。次は入内家公園、入内家公園です。名都美術館へお越しのお客様は次でお降りください。お客様にお願いします。お客様の近くに不審なものがありましたら触らなしで係員に。不審なものはないですが不審者はここにいましたね。できるだけ周りの人の迷惑にならないように心がけてるよ。でも新交通の車窓は取りたくなる気持ちわかりますよ。ただ他の新交通と比べて高い建物が少ないですね。ということで今回はそろそろおしまいかな。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待ってて。